ちは、かおりんです。今日は久しぶりではないんですけども、まあのんびりVlogでも撮ってみようかなって思います。と今日は5月の中旬で、まあ緊急事態宣言が解除はされましたけども、私の仕事は今日含めてあと、まあ、3日間自宅でのほぼ待機に近い状態が続きます。業種によって、まあ、仕事の再開等々はいろいろ違うみたいで、私の父と母なんかは今日は普通に仕事に行きました。ですが母は明日は仕事がテレワークになるみたいで、職場には行かないそうです。まあ、解除されましたが、今後の業務に関しては職種によっていろいろ変わってくるみたいです。今の時間は午前10時です。まあ、自粛生活は、まあ、仕事が再開した時に体の負担が大きかったらいけないので、まあ、必ず朝7時には起きるようにしていました。と今日も7時に起きて朝ごはん食べて、で普段仕事があるときはその後そんなに長くだんだんできないんですけれども、と、まあ、こう時間があるのでコーヒータイムってうちでは言ってるんですけれども、コーヒーを飲む時間を結構長めにとって、その後、まあ、家事を仕事がないメンバーで分担して、私はあのお皿洗い等々をしておりました。でのらりくらりと午前中過ごし、今はまあ午前10時過ぎくらいです。でも本当のらりくらりとしてたので、実はまだパジャマです。そのパジャマでねお皿洗いをしてました。まあもう10時過ぎてるので、そろそろ服を着替えようと思います。と、今日の服はこんな感じにしようと思います。とドットが可愛いブラウスに、もう簡単にデニム、あとはこれは島村で買った、まあ、UV カット加工がしてあるカーディガンを羽織ります。はい、着替え終わりました。で、最近はもうずっとマスク生活が続いているので、ファンデーションとか、まあ、塗らずに、この日焼け止めとベビーパウダーをその上に軽くはたくっていう感じのベースメイクをしています。もうスキンケアは終わったので、とっても気に入ってるニベアのサンクリームケアの日焼け止めを塗ります。あれですね、春は紫外線がきついからマスクをしてるけど、日焼け止めはねもう絶対必須かなって思う。日焼け止めが塗れたら、ベビーパウダーをはたきます。そう、マスクにね、あのファンデーションの肌色がつくのがすごい気になっちゃって、まあ、顔も見えないしサラサラに肌はしておきたいので、そうこれをつけます。ただ私の持ってるこのジョンソンのベビーパウダーって、あの固形タイプじゃなくってパウダータイプなので、こう取り出すのがなんかこう粉が舞っちゃって、それが気になってるので、次ベビーパウダー買うときは固形タイプのものをね買おうと思ってます。もういろんなところにパウダーが舞っちゃってえらいことになっちゃう。そうで、まあよく揉み込んで、特にこうおでこをサラサラにしとかないと
前髪がペタッとなっちゃうから叩きます。よし、 OK。 で、そしたら今日はどれにしようかな。もう簡単にアイメイクは、これあの無印良品のコンパクトケース、もかなり昔に買ったものなんですけど、その中に私はコフレドールのシングルアイシャドウの好きな色をカスタマイズして使っております。どうしようかな、今日はもうこのベージュとハイライトだけでメイクしようと思います。でも自分の指で自分の指でつけちゃいます。あ、こうやってメイクすればよかった。マスクしてアイメイクは、まあ、この二重幅のところにベージュを入れて眉下にハイライトをのっけるって感じでしました。あまり見えないか、はい、こんな感じで身支度終了です。ピアノを置いてる部屋に移動してきました。時刻は今10時半過ぎです。午前中少しピアノの練習をしようと思います。今しているのが歯の、まあ、指の練習の歯のと同じく、まあ、こう基礎的な練習、指の練習のブルグミューラーの18の練習曲とはソナタを練習してます。52のテンポで弾けるように練習を今日はしていきます。私の使ってるメトロノームはこんなオーソドックスな、かなりレトロなメトロノームまだ使ってます。152、撮ったらちょっと音がうるさいのと抑揚がつけれないので、ちょっと今の速さだけ覚えておいてちょっと練習していきます。間違えた、ちょっとゆっくり弾こう、ゆっくり弾こう。最初はThank you.
な練習を今後もやっていきます。次はソナタ。ソナタは何番だっけ、5番、5番を練習します。これはねメトロノームが確か77から80ぐらいで弾けたらいいなって感じなんですけどね、なかなか難しい。こんくらいの速さを目指します。11時43分です。そろそろお腹空いてきました。で、あと実は父に夕方飲むビールを買ってきてほしいと頼まれてるので、お昼ご飯の調達兼お使いにこれから行ってこようと思います。起きなきゃ。今日の天気は曇りかな。外の方が涼しい。よし、お店着きました。じゃあ買い物行ってきます。美味しそう。はい、じゃあ帰ります。
気温高くないはずなのに車内だとこんなに暑いのはなぜなんでしょう。じゃあ帰ろう。おいしい。おいしいな。うん。大ちゃんの麺が好きじゃ。好き。午後1時です。だいたいこのくらいの時間の時には、そうだな。あ、今。こういった本を読んでます。お昼食べた後なんかは読書をしたり、あとはアプリゲームしたり、まあ、YouTube 見たりして、まあ、自由に過ごしてます。で、今日はブログを撮ってるので、とひとまず午前中のビログを動画にしていこうと思います。バイアリスのオレンジジュース飲みながらします。髪の毛が止まりになるのって髪止めとこ。髪を止めます。止めてた方がこういう作業はね、しやすいですね。じゃあ引き続き動画の編集作業します。午前中撮影した動画を分割をしたり、効果を入れたりという作業が終わりました。ちなみに今は夕方4時です。ちょっと違うことをしようと思います。あれから1時間 YouTube 見ちゃいました。とこれから YouTube でとダイエットダンスを視聴して、まあ、1日に1回は運動する時間だと思います。と私が参考にしてる動画は高脇マリナさんの地獄の〇〇分シリーズです。飛ばない脂肪燃焼ダンスの11分間のやつをやります。頑張ります。やるものじゃないですね。なんか T シャツか何か着替えればよかった。ちょっと着替えます。あれ、博多の塩持ってきてください。これです。はい、じゃあ母さん博多の塩振ってください。
また博多の博多の塩のアイスクリーム食べたいね。うん、何かね食べられるのが難点でね。うん、あの工場に行かんといけ、なんか道の駅とかにもあればいいのにな。うん、じゃあ母さん乗っけてください。いっぺんに焼きたいな。いっぺんにな。それはもうすでに塩がしてあるやつ。これは塩サバだっけ。あ、塩サバ。こんなもんかな。はい。じゃあいい？うん。うん。じゃあ。あ、さっきあったな。うん。はい。本当に。めでね、うん。どんくらいかな。うん、よっ。大根すりをします。よいしょ、投げました。さん、どのくらいの味だったらいい？ちょびっと。味はな、別に気にせんでええよ。ソルト酢がちょっと入っとりゃ。ソルト酢がちょっと入っとったらいい。うん、ちょっと入れるよ。あ、もう入れた。こんな感じ。あ、その適当。適当。うん、入っとりゃいい。入っとりゃいい。うん、母さんもよう知らんけど、それで入れるんだって。ほんと。うん、もうちょっと入れ、入っとりゃいい。入っとればいいくらい。うん、ちょっと、もうちょっと、もうちょっと、はい。まあ、スープ一杯、ね、スープ一杯くらい、うん、まあ、もうそんなもんです。はい、気持ちあれば、気持ちあればいい。はい、完成した。さあ、酢うどんを作りましょう。これも開けよっか。オープン。どう、これも沸騰した？うーん、沸騰までもう少しな感じ。かつおだしのお汁です。さあ、トッピングしよう。母さんはこれのけた？のけたんや。のけた？どれになるかな。もう、うん、よし、何でもつけた方が美味しいだろ。美味しいよな。で、魚にものっけると。たっぷりやった方が美味しいけな。ありがとう。なんか巨大なの。パッ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 。オッケー。いただきまーす。うん。おいしい。これからテレビタイムです。これ見る予定。夜も10時を過ぎたのでお風呂の準備をします。
湯加減します。して